ラトロイ・ホーキンス、ラトロイ・ホーキンス、ラトロイ・ホーキンズ、1972年12月21日対、は、アメリカ合衆国インディアナ州、ゲイリー出身の元プロ野球選手、投手、右投げ右打ち、の、MLB ドラフトで、ミネソタツインズから7位目、全体180位指名され、6月7日に契約。この年は、参加のーキー ガルフ・コーストリーグ・ツインズで11試合に登板し、4勝3敗、防御率4.75だった。はルーキー級、ガルフ・コーストリーグとアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストン・ツインズでプレー。ルーキー級、エリザベストンでは5試合に登板し、0勝1敗、防御率3.38だった。は A 級フォートウェイン・ウィザーズで26試合に登板し、15勝5敗。 防御率2.06だった。y a ォートマイヤーズミラクルと AAQ ナッシュビルエクスプレストリプル AQ ソルトレークバズでプレー。トリプル AQ ソルトレークでは12試合に登板し、5勝4敗、防御率4.08だった。4月20日にツインズとメジャー契約を結び、4月29日のボルチモアオリオールズ戦で先発起用されメジャーデビュー。 1.2回を7安打7失点と打ち込まれ、メジャー初黒星を喫した。その後は2試合に登板したが、3連敗を記録し、5月11日に、トリプル A 級ソルトレークへ降格。トリプル A 級ソルトレークでは22試合に登板し、9勝7敗、防御率3.55だった。9月16日にメジャーへ最昇格。9月18日のカンザスシティロイヤルズ戦の、 ダブルヘッダー2試合目で先発し、5.2回を10、アンダだ4失点だったが、10点の援護もあり、メジャー初勝利を挙げた。この年は6試合に登板し、2勝3敗、防御率8.67だった。2月9日にツインズと1年契約に合意、開幕から先発ローテーションに加わったが、7試合の登板で1勝1敗、防御率8.20と結果を残せず、 5月14日にトリプル A 級ソルトレークへ降格した。降格後はトリプル A 級ソルトレークで20試合に登板し、9勝8敗、防御率3.92だった。9月8日にメジャーへ再昇格したが、登板のないままシーズンを終えた。3月3日にツインズと1年契約に合意。3月26日にトリプル A 級ソルトレークへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 トリプル A 級ソレトレークでは14試合に登板し、9勝4敗、防御率5.45だった。6月17日にメジャーへ昇格。昇格後はシーズン終了までローテーションを守り、20試合に登板、6勝12敗、防御率5.84だった。3月2日にツインズと1年契約に合意。この年は、 チーム最多の33試合に先発し、前年を上回る7勝を挙げたが、チームワーストタイの14倍を記録し、防御率は5.25だった。3月2日に、ツインズと2年契約を結んだ。この年もチーム最多の34試合に先発。初の2桁勝利となる10勝を挙げたが、前年と同じく、チームワーストタイの14倍を記録。 防御率は6.66だった。は、マーグレットマン、ジョーメイズのメジャー定着もあり、リリーフに転向。クローザーとして66試合に登板し、2勝5敗14、セーブ、防御率3.39だった。2月20日に、ツインズと2年契約、2003年の球団オプション付きを結んだ。この年も、クローザーとして登板していたが、救援失敗が続き、 終盤は、クローザーの座をエディ・グアダードに奪われた。この年は62試合に登板し、1勝5敗28セーブ、防御率5.96だった。は、クローザーに、グアダードが指名され、ホーキンスは、セットアッパーへ転向した。この年は65試合に登板し、6勝0敗、防御率2.13だった。オフの10月28日に、ツインズが、 球団オプションを行使した。は、チームトップで、自己最多の74試合に登板し、9勝3敗に、セーブ、防御率1.86だった。オフの10月27日に、FA となった。2003年12月3日に小さい頃からファンだった、シカゴカブスと、総額1100万ドルの2年契約、2006年の選手側選択オプション付きを結んだ。 は、セットアッパーとして、開幕を迎えたが、6月に、クローザーのジョー・ボロースキーが、故障で離脱。代役としてホーキンスが、クローザーに起用された。この年は、前年の74登板を上回る、チーム最多の77試合に登板。5勝4敗25セーブ、防御率2.63だった。も、ボロースキーが故障のため、クローザーとして登板していたが、 5月に入ると、救援失敗が続き、セットアッパーへ、配置転換された。カブスでは21試合に登板し、1勝4敗4、セーブ、防御率3.32だった。2005年5月28日に、ジェローム・ウィリアムズ、デビッド・アーズマとのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。リリーフとして、リグレーフィールドで登板した際は、スタジアム全体から、 カブスファンのホーキンズ・サックス、ホーキンス・最低という合唱が起こった。移籍後は4試合に登板していたが、6月17日に、尺骨神経の故障で15日間の故障者リスト、入りた。7月4日に復帰。復帰後は、セットアッパーとして定着し、ジャイアンツでは45試合に登板。1勝4敗にセーブ、防御率4.10だった。 オフの10月27日にホーキンスが選択権を持つプレイヤーオプションを行使した。2005年12月6日にスティーブ・クラインとのトレードでボルチモア・オリオールズへ移籍した。は、開幕からリリーフとして定着し、60試合に登板。3勝2敗、防御率4.48だった。オフの10月30日に FA となった。 2006年12月5日に、コロラドロッキーズと350万ドルの1年契約、2008年の相互選択オプション付きを結んだ。は、開幕からセットアッパーとして起用されていたが、4月24日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。5月22日に復帰。この年は62試合に登板し、2勝5敗、防御率3.42だった。 セットアッパーとして契約したが、4月に故障で離脱したこともあり、ロッキーズが定年報での契約を求めたため、オフの10月30日に、球団側のオプションを破棄した。ホーキンスは、ロッキーズに戻りたいと話していたが、ホーキンス側もオプションを破棄し、FA となった。ロッキーズは1年契約を提示していたが、戻る気はないとオファーを断った。 2007年12月27日にニューヨークヤンキースと375万ドルの1年契約を結んだの開幕当初は1990年代後半のヤンキース黄金時代を支えた外野手のポール・オニールが付けていた番号で純血番扱いとなっていた背番号21を付けていたスプリングトレーニング時にはボーン・エンスバーグが着用していたがオニールにし 事態そのため、ホーキンスの当番時に、ファンが、ブーイングやヤジを飛ばしたり、オニールの名前を呼ぶなどの事態が生じたため、4月16日に、セバン号を22へ変更した。この年はクローザーに、マリアのリベラ、右のセットアッパーに、カイル・ファーンズワースが在籍していたが、前年オフに、ルイス・ビスカイーノ外籍。ビスカイノの代役として期待されていたが、33試合に、 当番し、1勝1敗、防御率5.71と結果を残せず、7月26日にリーフとなった。2008年7月30日にマットクシックとのトレードでヒューストンアストロズへ移籍した。移籍後は、セットアッパーとして24試合に登板し、2勝0、ハイイチセーブ、防御率0.43だった。オフの月日に、FA、となったが、 11月7日にアストロズと350万ドル出来高の1年契約で再契約した。開幕前の3月に第2回 WBC のアメリカ合衆国に選出された。シーズンでは前年と同じくセットアッパーとして開幕を迎えたが4月下旬にクローザーのホセ・バルベルデが故障で離脱したためクローザーへ転向。バルベルデが復帰した6月からは セットアッパーに復帰した。この年は65試合に登板し、1勝4敗11、セーブ、防御率2.13だった。オフの11月6日に FA となった。2009年12月16日に、ミルウォー・キーブルワーズと総額750万ドル、出来高の2年契約を結んだ。も開幕から、セットアッパーとして登板していたが、5月9日に、 右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月8日に60日間の故障者リストへ移動した。7月29日に復帰し、復帰後は5試合に登板していたが、8月12日に右肩の故障で再び15日間の故障者リスト入りした。その後はいくつかの MRI 検査を行い、8月22日に MRI の結果から手術を行うことを決定。 8月27日に手術を行い、残りのシーズンを欠場することとなった。この年は故障で18試合の当板にとどまり、0勝3敗、防御率8.44だった。は、前年の手術の影響で、3月27日に15日間の故障者リスト入りした。4月21日に復帰。この年は52試合に当板し、3勝1敗、防御率2.42だった。 オフの10月30日に FA となった。2011年12月8日にロサンゼルス・エンゼルスと300万ドルの1年契約を結んだ。エンゼルスには同年クローザーを務めた若手のジョーダン・ウォルデンが在籍しているが、ジェリー・リポート GM は経験豊富なクローザーの一人として期待していると話した。も、セットアッパーとして開幕ロースター入りしたが、5月7日に、 右手小指の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月9日に復帰。この年は48試合に登板し、2勝3敗1、セーブ、防御率3.64だった。オフの10月29日に FA となった。1月31日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。前年クローザーを務めたフランク・フランシスコが故障で離脱したこともあり、 3月29日にメッツとメジャー契約を結んだ。その後はリリーフに定着し、8月からクローザーとして起用された。この年は2004年以来の70試合登板となる72試合に登板し、3勝2敗13セーブ、防御率2.93だった。オフの10月31日に FA となった。2013年11月22日に、 フルスのロッキーズと225万ドルの1年契約、2015年225万ドルの9団オプション付きを結んだ。は、ジェイソン・ジアンビ、ラウル・イバニエスに次ぐ、現役3番目の年長選手となった。前年クローザーを務めたレックス・ブラザーズが、セットアッパーに復帰し、ホーキンスはクローザーを務めることになった。シーズン最終当番となった9月27日の、 ロサンゼルスドジャース戦では史上12人目となる通算戦登板を果たした。この年は57試合に登板し、4勝3敗23セーブ、防御率3.31だった。オフの10月31日にロッキーズが225万ドルの球団オプションを行使した。シーズンはそれまで MLB 現役最高齢選手だったジアンビ、イバニエスが引退したことにより、 現役最高齢選手となった。7月28日、ホセルエース、ミゲル・カストロ、マイナー選手2名とのトレードで、トロイ・トロイツキーと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズには、全39団の選手で最年少であるロベルト、オスナが所属しており、ホーキンスは、全39団の選手で最年長であるため、最年少選手と最年長選手が、同時に所属することとな、 8月5日のツインズ戦で遺跡後発セーブを記録し、これによりメジャー史上13人目の全39弾からセーブを挙げた投手となった。ブルージーズでは18試合に登板して、防御率2.76フィップ2.77を記録し、遺跡前よりも安定したピッチングを見せた。シーズントータルでは年齢と同じ42の試合でマウンドに上り、3勝1敗3セーブ。 防御率3.26という成績だった。アルックス敗退後の10月25日に自身のインスタグラムで現役引退を表明した。9月に第4回 WBC 予選のブラジル代表コーチを務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。